神山さん、何を見ているんですか？え？あ、いや、別に。もう、神山さんのエッチ！え？何を？さっきから何度も見てますよね。何を考えているかバレバレですからね。反省してください、神山さん。少し気負いすぎじゃないか。もうちょっと肩の力を抜いた方がいい。あ、すみません。でも今の自分じゃダメだって思うと気が焦っちゃって。桜の瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。桜の髪サラサラとしていてとても綺麗だな。え、ありがとうございます。髪を上げれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか。いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。神山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。あ、これですか？銀六百貨店で見つけたんです。家を出て花組に入って、銀座これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ。華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。桜、君は本当によくやってると思うよ。焦らなくてもいい。きっと夢を叶えることができるさ。あ、はい、ありがとうございます。桜、あの神山さん、肩に触れるのはいいですけど、さっきから横島な顔してますよね。え、いや、そんなことはないと思うな。あ、このリボンですか？新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。とても似合ってるよ。黒髪にぴったりの色だね。ありがとうございます。聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい。その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です。さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって。私やっぱり。なんだ神山さん。あまり見つめないでください。そのドキドキして。
さくら、君の瞳は輝いている。何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん。さくら、その髪を撫でてもいいかい？ダメですよ、子供じゃないんですから。セニーさん、もう強引なんだから。いきなり何するんですか？あ、ごめん、なんかついツンツンしたくなって。ついじゃないですよ、もう。どうやったら終わるの？神山さん、顔が赤いですよ。もしかして熱でも？大丈夫、なんでもないよ、うん。アシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。